むかしむかし、ある村に三人兄弟ありました。一番上が一郎兄さん、続いて次郎三郎じゃった。ある日、かかさんが出かけるとき、三人兄弟に言いました。いいかい、このあたりにはヤマンバが出るでな。誰が来ても戸を開けてはならんよ。三人兄弟にっこりと元気に頭を下げました。ところがところが、その夜いくら待っても母さんは戻らんかった。子供たちは仕方なく家の中で元気に遊んでおりました。はいだ、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 はいだ。ところが末っ子三郎はやがてかかさんのお乳が恋しくなりました。お乳が欲しい、お乳が欲しいよ。もうちょっと待ってろよな。今にかかさん戻るだで。一郎と二郎の兄さんたちは、なんとかかかさんが帰るまで、三郎を慰めようと、一生懸命お馬さん遊びを続けたと。ところが、お乳が欲しい、お乳が欲しいよ。さんだよ、はよここ開けておくれ。わー、カカさんが帰ってきたよ。待って待って待って、ジロ、カカさんはあんな谷間に鍋転がすような汚い声しとらんど。ヤマンバかもしれんな。三人兄弟のカカさんは隣村からの帰り道、怖いヤマンバの待ち伏せを受けて、とうとう食われてしもうたと。今度はヤマンバはカカさんの着物着て、三人兄弟を食べてやろうとやってきた。カカさんはもみがら喉に使えて声が出んようになってしもうただよ。早く開けておくれ。うんなら、その間から手出しておくれ。カカさんの手には毛なんか生えてないだよ。すべすべして気持ちがいいだよ。カカさんは働きすぎてイガイガが手についてしもた。どれ洗ってこいよ。芋の葉巻きつけとけばわかる。それ。うわあ、カカさんの手だ。うんだわ、次腕見せてくんろ。大根ならわかるめ。ああ、カカさんの腕だ。白くて綺麗だ。カカさん乳欲しい。うんだば、足見せてくんろ。足はこの穴からは入らねえだよ。早く開けてくんろね。うんだば、着物の袖見せてくんろ。袖じゃよ。カカさんだ。乳欲しい。これ、父やろ、父やろ。おめえたちも、そろそろ寝ろよ。いやいや、やっぱり、カカさんじゃねえだ。あれはヤマンバが化けとるんだよ。二人はヤマンバがカカさんの着物を着とるのを見て、カカさんが食われてしもうたことに気がついた。どうしよう、怖いの。そうだ、カカさん、おら、これからしょんべん行ってくるでよ。そうだ、おらも行くでよ。サブロー、おめえ行かねえで、だか。
三人そろって考えた。カカさん死んだがどうしよう。その時、おーい、しょんべんまだか、遅いでねえだか。三人そろって逃げたじゃと。池の前の高い木に三人そろって登ったと。おーい、まだか、どこ行った。なんじゃ、そんなところにいただか。池の水は冷たいで、はよ出てこんかい。こら、早く出てこ。ヤマンバは三人が池の中におると思うて、バシャ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 やったとさ。三人兄弟木の上で、母さん死んだのもつい忘れ、クスクス笑ってしもうたと。もうそんなところにいただか。どうやって登ったら。足泥つけて登っただよ。わあ、そうさな、そうさな。いや、おお、おお、これどうやって登った。嘘っこくと食い殺すぞ。逆さになって足から登った。おお、そうさな、そうさな。手につばつけて登ればいいのに。おお、そうさな、そうさな、わかったぞ。ヤマンバは今度はクイクイ登ってきたと。一郎二郎三郎はもうどこにも逃げ場がなかった。お月さん助けておくれ。お月さん助けておくれ。よいしょ、よいしょ。ん？金の鎖はゆらりゆらり、母さん待ってる空の上。兄弟たちは鎖に揺られ、天に昇っていったじゃと。ヤマンバがやっぱりお月さんにお頼み申した。おい、おらにも金の鎖を汚しておくれ。お月さま、はよを汚しておくれ。おい。ところがところが、ヤマンバに降りてきた鎖とは、これが泥縄じゃった。真っ逆さまに落ちてった。月に登った兄弟たちは、それから月で暮らすようになりました。月に登った一郎は、ちょうど13の時じゃった。
次郎が7つの時じゃった。それから村の衆はこう言うた。お月さん年なんぼ？13、7つ。まだ年は若いな。お月さん年なんぼ？13、7つ。